立石水道は、香川県高松市と、田郡三木町を結ぶ、全長119.7メートルのトンネル。高松市川の麓にある、集落名から通称、中村トンネルとも呼ばれる。高松市群れ町源地中村と、田郡三木町大浅井上浅、立石を結ぶ手掘りトンネルである。普通車以下であれば、自動車の通行は可能であるが、自動車同士の対抗は、 トンネル自体も前後の山道の区間ともに不可能である。新た石トンネルの旧道ではあるが、路面は舗装されておりある程度の管理も行われている。岩盤が露出した手彫りのトンネルであり、水道内には照明設備は設置されていない。また両地区の高校及び周辺域は、木々が生い茂っていて、福音も狭いため、三木町及び高松市川県道より水道への アプローチ道に入った後は、中型自動車以上の通り抜け及び小型自動車、軽自動車を含めた自動車の対抗をかわすことがほぼ不可能となっている。また、水道の前後数百メートルの道路は追い茂った木々と迫る崖のために昼間でも薄暗く道も左右に湾曲している。以前は、三木町川の高校に道祖新地像が祀られ、牛の墓が存在していたが、 1990年11月30日以降、これらの塚及び石碑類は、振動として整備され供与が開始された、新立石トンネルへと移動されている。もとより、これら地蔵や牛の墓は、地元住民によって、管理、進行され続けていたものである。なお、高松市川の高校には、監視カメラと警告看板が、設置されている。新立石トンネル、 原村と井上村間は前田山から連なる立石山などの山岳に阻まれていた。そのため、この地域の内陸部から瀬戸内海に抜けるには、武道峠を越えて前田から八島へと抜けるか、トンネルの東側にある峰道峠を越えるか、もしくは旧三木村線を平井地区まで南下して長尾街道まで出てから長尾まで大きく迂回して、市道へと抜けなければならないなど、 この間の交通は非常に不便なものであった。その区間の交通を向上させる目的で作られたのが、東トンネルである。京都市によると、トンネル工事にあたっては、峠付近にあった集落の住民たちが、総出で協力をしたとされている。高生になると高校がコンクリート負けになるなど、生活道路として一定の管理が施されてきた。しかし、 その竣工時期などは長らく不明とされ、一説には明示、以前より存在したとも言われていたが、2016年に付近の民家にて保管されていた竣工費が発見され1943年3月の竣工であることが明らかになった。なお同竣工費は2017年5月に高松東ファクトリーパーク三木町川ポンプ場の前に新設された。 高松自動車道に車線事業竣行費の隣に移転再築された。1990年11月30日、西側に新た石トンネルが開通し、供与が開始されたため、当トンネルはその旧道となり、地元住民を含め日常的に利用されることは、ほとんどなくなった。2004年10月20日に上陸した台風23号の被害で、 高松市側のアクセス道路で土砂災害があり、1年以上通行止めになっていた。ありがとうございます。